反対ちっちゃいから目立つ。なるほどね。から、うわあんなちっちゃいのみたいなとか、うんうん、めっちゃ言われたり。わかる。もうおいチビチビとか言って、おいちっちゃいのとか、なんか大体チビちっちゃいのなんか小人みたいな。小人。言われるよ、ね。あとコロポックルとかね。うん、言われる言われる。うん。アスチャンネルをご覧の皆さん、明日に輝く星を深め。どうも、こんにちは。星野アスカでーす。はい。今回もゲストはミルカミルちゃんでーす。はい。ミルカミルです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回も3本、もう本当に準レギュラーで、ぜひお願いします。いやいや、これからも。これからもお願いします。もう本当に。はい。ということでね、今回は、私たちね、ちょっと、まあ私はミルキーちゃんほどじゃないんですけど、今身長が154センチで、結構よく小柄だねとか小さいねって言われることが多くて、うん、まあさらにね、その上を行くミルキーちゃんは142センチ。142センチしかミルキーはないので、うん。50あったらいいと思うよ、本当に。あ、そう。なんか私意外とね、大きいんだよねって言われることが結構あって。アスカちゃんって、身長そこまでちっちゃくないけど、すごい華奢。華奢だから、肩幅とかは多分、でもあんまり変わらないと思う。本当にそうかな、うん、ねえ。すごい華奢やから、多分すごい小柄に見えるんだと思う。ああ、ありがとうございます。私はもう完全に身長がね、ちっちゃいんで。140に小学校5年生の時に泊まったから。本当。はい。じゃあ早速ね、本日も行ってみたいと思います。はい、それでは、せーの、レッツ、スタート。じゃあ今回お話ししていきたいと思うんですが、お題が、体が小柄で、ちょっと童顔な、二人、私たちなんですけど、良かったこととか、得したこと、うんうん、あとはちょっと悪かったなとか、嫌だったなっていうなんかことをちょっと話していけたらと思うんですけど、一つ目は私は、例えば良かったっていうことだと、例えば駅とか電車とかで、重い荷物とかを階段とかでエレベーターが見つからなくて、あ、よいしょ、よいしょとかって持ち上げてる時に、結構大丈夫ですかとか、持てますかとか、よく、それこそ大阪行った時なんて、結構言われることが高い確率で。ですからね。多いなっていうのとかはあったんですけど、ミルキーちゃんはなんかそういうのある？私、反対に荷物は、なんか、ちっちゃいけどなんか持てるように思われるのか、あんまりないんですけど、これがいいことなのか悪いことなのかわかんないんですけど、大阪ってエベシさん祭りってあるんですよ。エベシさんっていうのは、これ私関西しかないっていうのを最近知ったんですけど、正月の1月に9、10、11ってエベシさん祭りってやって、で、それの時に絶対エベシさんのそのベビーカステラ、ああ、ね、なんかその大黒さんのね、形のやつで、あって、それを買うのが楽しみで、いつも一人でも買いに行くんだけど、だいたいこう並んで、順番が来る。そしたら、おっちゃんが、あ、じゃあ一人かだいたい、500円の一番安いやつ、少ないのを一人食べきりやんから、買ったつもりがだいたい中身が倍ぐらい入ってる。すごいおまけ。そう、おまけしてもらえる。多分子供だと思われてるんだろうなと思いながら。なるほどね。得した気分。あなんか結構そういうお得みたいな話は結構あるよね。なんかサービスでなんか多くもらえるとか、なんか、なんか結構優しくしてもらえることとかは結構あるよね。あとよく私とかも前台風がね、大きい台風があった時にちょうど私ミルキーちゃんのお家に行ったんですよ。そしたらその時なんかいろんな人から連絡が来て、大丈夫って言って、小さいから飛ばされてないかとか、みんなからなんか、あ、でも、あの時私も今出たら飛ばされるから出ないやめな。なんか、ちゃんと飛ばされてない、大丈夫みたいなのがすごい来たりとか。心配はされる。結構心配されやすいよね。なんか不思議とね。あと、高いところのものは、あっていう仕草をすると、だいたい誰かが飛んできてくる。あー、それはあるね。女性が言ってくれることが多い気がする。嬉しいよね。嬉しい。逆に、なんか、小さくて、あ、嫌だなとか、損したみたいなことってあるかな。例えば私だと、
仕事の時とかも、うんうん、上司の人とか先輩とかにこの人には言って怒っても言っても大丈夫かなみたいに思われて、うんうんうん、結構言いやすいのか当たられることとか結構あったり、もう一人例えば同じその空間の中にもう一人仕事の子でちょっと怖めな見た目が強そうな子には、うんうん、なんかやんわり言うのにこっちには結構きつく言われて傷ついたこととか結構あって、うん、そういうのあるかな。あるなんかよく、うん、多分年齢よりも下に見られることがやっぱ多くて、多分向こうの方の方とかが年下な場合とかがあっても、すっごい上からめっちゃ言われる。なるほどね。それはあるかも。あとなんかいきなりタメ口とか言われたけど、あるよね。めっちゃある。あるよね。でもその後になんかこう、反対に年齢が言い出せなくなる。あ、わかるかも。それはあるかも。じゃあ言われる、すごい上から目線、あとちっちゃいから、からかわれやすい。それはあるかもね。ちょっともう過去に遡るとなんか小さいっていうだけで今言ったようにからかわれたりとか、なんか意地悪されたりとか、なんか学生の時とかめっちゃあったんだよね。あるよね。高校の時は、中学校とか電車通過だったんですよ。男子校とか近くに二駅隣とかもあって、でちっちゃいから反対ちっちゃいと目立つ。なるほどね。から、なんか、うわ、あんなちっちゃいの、みたいなとか、めっちゃ言われたり。わかる。もうなんか、しかも声が私ずっとこうなんですよ。アニメ声で、うわ、みたいな感じで、オタクやろ、みたいなのをすごい聞こえる。しかもここら辺でこう会話。わかるわかるわかる。なんか吹き出し出ちゃってるんですよ。そうそう、ここら辺にすっごい吹き出しが。アニメの漫画の吹き出しみたいな。そう、出てる感じで。もうすごいそれが嫌で、わかるわかる。高校ぐらいまで本当に男の子恐怖症みたいな。わかるわかる。私もだってなんか学生の時になんか男の子とかに、おいチビチビとか言って、おいちっちゃいのとか、なんか大体チビちっちゃいのなんか小人みたいな。小人。言われるよ、ね。あとコロコックルとかね。言われる言われる。もうなんかあだ名が。大体そういう体に関する全部ね、言われちゃうよね。それはなんかわかる。それは本当に嫌だった。ちっちゃい子あるあるかもしれない。ねえ、そういうの結構あるよね。電車で埋もれるしね、満員電車で。見えないし、潰されたりしない。潰されて息ができる。みんな、わかんないでしょ。満員だと足浮くんだよ。浮く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 。あ、浮いてるってなる。あ、なる。こうやって、あ、浮いてるってなる。浮いてるし、でも顔もっと上にあるし、みたいな。そういうのあるよね。ある。逆になんか結構衝撃的なエピソードってあるかな。例えば私だったらね、実はその当時ピンクの自転車を持ってた時があって、今から6年ぐらい前で、ピンクのハートがついたシールも、まあその自転車も行けなかったんだけど、その自転車に乗って道路を走ってたんですね。自転車を乗ってて、そしたらもう目的地に着く寸前だったんで、もう結構ゆっくり走ってたら、急にタクシーがバンって曲がってきて、私の自転車とぶつかったんですよ。衝突して、事故で、そう、事故にあってバタンって倒れて、ただなんか自転車の前のタイヤは若干引かれたけど、倒れたけど自分も何が起こったか分かってなくて、えって思ったら、急に工事現場の人たちがその辺にいて、おじさんたちが、おい、子供が引かれたぞ、子供が引かれたぞって言って、わーってなんか4人ぐらいおじさんが来て、大丈夫、お嬢ちゃん大丈夫、大丈夫って言って、タクシーの人も降りてきて、ごめんね、大丈夫お嬢ちゃんとか言って、救急車今呼ぶからって言って、で結局引かれたのは自転車だけで、まあ病院にその後行って、かすり傷だけで全然どこもなかったんだけれども、なんかもういきなり引かれたのもびっくりしたけど、引かれたっていうかそのぶつかったのもびっくりしたけど、お、子供が引かれたぞ、おいおいおいとか結構恥ずかしいよね。すごい恥ずかしくて、すごい恥ずかしい。え、子供誰のこと、え、私もしかして。ちなみにその時私28歳いや、でもあるあるよね。あるよね。あるある、そういうのあるよね。なんかミルキーちゃんも前なんだっけ、海外行った時に。そうなんですよ。初海外、遊びが行ったことあったんですけど、ちょっとお仕事でヘアメイクとしたと、イギリスに一回行ったことがあるんですね。メタルフェスっていうのがイギリスでロンドンであって、そのバンドさんのスタッフとして、そのメタルフェスに連れて行っていただいたんですけど、まあ、行きの機内食あるじゃないですか。機内食でみんなこうバーって置いていくときに、絶対に、絶対子供と思われてる。すっ
ごい笑顔で、すごい笑顔で、すごい腰を低くしてすごい言われて、でもその時点で、うん、一緒に連れてってもらったそのバンドのメンバーさんはちょっと笑ってたんです。え、行きはそれでまだ。帰り、イギリスからこう日本に帰るときに、こうバーってこう並んでるじゃないですか。登場する。税関のとこ。税関とか、登場口。完全登場口とかって、優先のとこがあるんですよね。おー、あるね、あるね。前にこう、連れてこはるんですよ。老人の方とかね。なるほどね。足が悪い方とか、いろんな方いるもんね。で、まあ、ニートさんとかもね。で、あとは子供を、連れていくんですよね。先に。そしたら、確実に私磨けてその人が来て。一目散に来たんだね。一目散に、あーみたいな感じで来て、なんとなく英語を聞き取りはできるんで、聞き取れるんですけど、レディーファーストではなく、完全にあなた、キッズ、あなたこっちだからみたいな感じで、あ、でも、パって言われたら答えれないじゃないですか。確かにね、いきなりね、だって言われたら英語だもんね。初海外だしね。ってなってる間に、こう、こっちこっちみたいな感じで手を繋がられて。優先の前の方に連れてかれて、もう声が出なくなって、もう下向いとくしかないみたいになって、メンバーずっとクスクス笑ってて、助けてもくれないと思って。あれは本当に本気で子供だと思われてて、多分ね、まあ滞在中も大体どこの店でも子供扱いされて、でもうちのメンバーの一人、髪の毛の長い美しい男性がいるんですね、女装というか、その人は機内でマダムって言われてました。マダムみんなそれもだったんですけど、でもさすがに私も海外でフランス行った時に、ディズニー行ったんだけど、マダンマダンってちょっと言われたから、ミルキーちゃんはね、本当に子供に思われたんだよ。私はね、海外ではないからなんか。嘘？あ、いや、まあなんか10代の時とか20代前半はあったけど、今はね、ない。ちなみにそのイギリスに行った2年前なんですけど。あ、じゃあまだ全然ちょっと前の話じゃん。いや、本当に初海外だし、ここあって言われて、言い返せないけど、もう手つながれて。囚われちゃったんだ。囚われちゃって。もうあれだけはね。いや、その話はね、なんか聞いた時にね、すっごい面白いなって思っちゃって、私。それ絶対今日話した方がいいよって思ったんだよね。いや、で、日本人ってほら、若く見える。確かに。日本人若く見える。若く見えるから、そのせいだと思い込んでる、私は。私だけじゃないと思う。私だってなんか海外に行った時に仕事で行ったんだけど、現地のコーディネーターさんがやっぱ子供だと思ったみたいで、なんかその時もいくつだろう、二十いくつだったんだけど、子供だと思って、ベイビー、ベイビー言うとか、ベイビー、ベイビーとか、ベイビー、ベイビー最近はね、結構大人になったから、全然そういうのはなくなったけどね。でも得したこともあった。あ、何があった？なんか私、マーチンっていうブランドの靴が好きなんですけど、イギリスの向こうの靴なんですよ。で、向こうだって安く買えるよって言ったら、私足のサイズが21から 21.5 ぐらいなんですよ。あ、ちっちゃいね。子供サイズなんで、マーチンってすごい高いんですよ。一つ値段で3万とか。あ、結構するんですけど、ちっちゃいと子供サイズ入るんですよ。あ、それはね、でもね、わかるかも。靴がないから、結局子供用とかに。そう、子供用になるんですけど、子供用で、そのマーチンとかのブランドになると、同じ形で、半額ぐらいなんですよ。あ、それがお得だよね。なんか、それは、しかも子供にしかないデザインとかもあって、それが買えるのは、すごい、そこだけすごい得してる。足がちっちゃかったからね。それはね、わかるかも。確かに大人の服だと、あ、サイズがないとかよくあるし。そう、ある。でも子供だと、あ、履けるじゃんとか、着れるじゃんとかあるよね、たまにね。意外とデザインもそんなめちゃくちゃ子供子供してなくて、もう大人のもので色がちょっと違う。そこだけはね、めっちゃ得。これは半額だよ、嬉しいよ。半額で買える。へぇー、嬉しい、それ。いろいろお得な話とかもできてね。それが結構私の中で一番今回面白い話だなっていうふうに。イギリス行ってみてください。もしかしたらね、画面の向こうの皆さんも連れて帰って子供はこっちだよって言われる人もいるかもしれないんでね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は、小柄な方でも、小柄な方でも、小柄でも、得した
それともまたは特損もしたこともあるっていうお話でした。はい、いろいろね、あのお二人に共通する話題がいろいろたくさんありましたけれども、はい、楽しくお話できたかと思います。私の概要欄の方に今日ゲストで来ていただいたミルカミルちゃんの情報が載っているので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは最後に、私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そして小柄なエピソードで皆さんに奇跡をお配りすることです。いいなと思っていただいたらチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたねー、バイバーイ。